した。どうする？どの魂に触れ？また来ます。マグナローダーズ、後方6時の方向、距離800m。ビビ、振り返って正面、距離800。わかったの。ほぼ命中。直撃ではないものの、対象は消えました。しかし、これではキリがないな。おそらくですが、マグナローダーズに指示を出している司令塔のような存在がいるはずです。それを叩けば、あるいは司令塔、噂の神出鬼没のやつだな。しかし、交戦した兵の報告によると、共にいた黒魔兵の魔法も効かなかったという話だ。見つけたとしても、一体どうやって倒せば。レインやラーンみたいに同じ機械を使えるならいいのにね。機械を使う。一人心当たりがいます。私に何か話があると聞きましたが。単刀直入に聞きたいと思います。あなたの持つ魔導アーマーで砂の中を移動するマシンを倒せませんか。魔導アーマーでできるのかもしれないけど。エドがどうしたの？おっと、失礼。美しさに思わず心を囚われてしまった。さて、ではまず好きなタイプを聞こうか。またですか。うぅ、そのとぼけ方、なかなかの女性のようだね。話を戻しましょう。できるかもとは。あの魔導アーマーは私が呼び出したものだから、マシンとかいう未来樹に近いもののはずだから、あれなら他のマシンに対抗できる力があると思う。でもあれを使っていた時の私はセグリワデスに操られていて。なるほど、皆まで言わなくていい。恐ろしくもおつましいことを思い出させてしまってすまない。私もね、美しい女性に何か無理強いするなど、とても恐ろしくもおつましい。でもあのマシンはどうするの？やっぱりレンとランを呼ぶ。そうだな。レン、ラン、私あの二人にまだお礼をしてない。あの二人の代わりに私やってみます。攻撃と行こう。攻撃と行こう。よし、直撃。攻撃と行こう。攻撃といこう。攻撃といこう。すまん。攻撃といこう。移動する。移動開始。攻撃といこう。よし、直撃。攻撃といこう。攻撃します。
攻撃といこう。行きます。ティナの魔導アーマーの攻撃今のぶっ飛ばす。なんかまた助けられたような気がするけど、少しはあの二人の役にも立ったのかな。見つけた。え？機械から離れ、やっと昔のように私を呼んでくれたね。私の最初の召喚、マディン。どうして忘れてたんだろう、あなたを。あの機械に疲れていたみたいだ。でも私を思い出した。だからこれからはまたいつでも呼ぶがいい。大丈夫。